旧約聖書がいつ誕生したか。この問いに答えるのは難しい。不可能と言えるかもしれない。不可能を可能にしろ、諦めるな。そもそも、旧約聖書、とは何か、という話から始めよう。旧約聖書の存在は、新約聖書の存在を前提にしていると言える。旧約聖書の方がずっと前に存在しているだろう？オールドテスタメント、新約、があるから、旧約、があるのだ。ちょっと何言ってるかわかんない。旧約聖書、という呼称はキリスト教的呼び方なんだよ。新約聖書はキリスト教の聖典だったね。そういった意味で旧約聖書の成立は新約聖書の成立より後のことになる。その部分がいまいちわからない。先に軽く新約聖書の話をしよう。新約聖書とは27の文書の集まりとなる。誰もこれに加えてはならないし、これから削ってはならない。三位一体で有名なアタナシウスがそう言ったので、キリスト教では27の文書以外は新約聖書としては認められない。これは宗教改革を起こしたルターでさえ覆さなかったほどだ。察するに旧約聖書はそうではないと？旧約聖書も複数の文書の複合体だ。では一体いくつの文書の複合体なのか。いくつの文書なんだい？宗派によって違う。これが答えとなる。意味がわからない。例えば、トビトキ、という書物がある。これはローマカトリックや正教会では旧約聖書、つまり聖典として扱うのだが、プロテスタントでは聖典から除外される。つまり宗派によって旧約聖書の長さは変わるということかい？そういうことだ。トビトキに関してさらに言えば、ユダヤ教も聖典には含めていない。旧約聖書はユダヤ教の聖典。このような表現は少々乱暴な表現であると言える。旧約聖書という言葉をユダヤ教は受け入れてはいない。勝手に旧にされてしまったわけだもんね。でもじゃあユダヤ教では何と呼ぶんだい？タナハと呼ぶのが一般的だな。ちなみにタナハというのは略称で、律法と訳されるトーラー、預言書と訳されるネビーム、書書と訳されるケスビームの頭文字を取っている。むむむ。この考えでは聖書内の文書は3種類に分類され、それらの分類の頭文字を取ったわけさ。一方、ミクラーという呼び方や、ヘブライ聖書という呼び方もある。確かヘブライ語で書かれたのだったね。ユダヤ教のタナハの話をすると、律法が5巻、預言書が8巻、書書が11巻となっている。この中で最も有名なのがモーセ五書とも呼ばれるトーラーであろう。モーセ五書？創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記。これら5つの書はモーセが書いたとされ、モーセ五書、あるいはトーラーと呼ばれる。モーセは実在の人物なのかい？世界史で最も難しい質問の一つだな。このチャンネルが立ち上がる前からの難問でもある。そして結論を言えば結論を出すことはできない。君のその言葉は何も言っていないに等しいね。何も言えないんだよ。存在したとも存在しなかったとも言えない。そしてトーラーが本当にモーセによって書かれたのかも結論の出ない問題だ。何せトーラーにはモーセの死の記述がある。モーセは自分の死を記したのかね。この点モーセ五書のうち四書はモーセが書いたが、最後の申命記だけは別の人物が残したとする意見もある。ユダヤ教の中でも意見が分かれる部分なんだね。モーセが実在の人物だとして、いつ頃の人物なのかというのは、これまた激しい議論がある。今回はその話については割愛するが、紀元前16世紀から紀元前13世紀とその推定年代も幅が広い。そんなに昔の文書が今も残っているのかい？残っているだけではなく、今も世界で最も読まれている。驚異的だね。でもそれだけの期間どうやってその文書を残し続けたんだい？トーラーがいつ成文化されたか、これもまた議論が続く部分だ。いつ成文化されたんだい？バビロン捕囚期と考える人が多いようだな。バビロン捕囚って紀元前586年のことだろう？ユダヤ教がいつ成立したか、これは歴史的には紀元前538年のこととなる。ペルシア帝国の帝王キュロス2世がバビロン捕囚からユダヤ人を解放した年だね。この年ユダヤ人は聖都エルサレムに戻り、神殿を再建したと言われる。話をタナハに戻し、
ケスディーム、日本語では書書にはダニエル書と呼ばれる文書がある。そしてこのダニエル書には、ペルシアの王クロス、が登場し、おそらくキュロス2世のことだと思われる。つまりキュロス2世の時代以降に書かれたということだね。ダニエル書についてはユダヤ教もキリスト教のあらゆる宗派も聖典として認めている。つまり、旧約聖書、と呼ばれる書物は、少なくともバビロン捕囚以降に成立したと言えるのだ。なお今回の主題は、旧約聖書の成立、だが、もろもろ勘案して今回はヘブライ語の聖書のことを、ヘブライ聖書、と呼ぶことにする。さてトーラーことモーセ語書がそれまでどのように残されてきたかだが、文書によるものと口伝によるものがあったと推定される。口伝はともかく文書があったのかい？アーク・オブ・ザ・コベナント、映画、失われたアーク、にも出てきた、聖筆、と呼ばれる存在がある。インディ・ジョーンズだね。エルサレムの大神殿には、契約の箱とも呼ばれる聖筆が祀られていたという。これはモーセの時代に作られたとされており、ソロモン王の時代までは残っていたようだ。ソロモン王は紀元前10世紀の人とされているね。モーセは契約の箱の中に様々な品を入れたとされるが、ソロモン王の時代には十戒を記した石板だけがあったという。十戒に関しては成文化していたんだね。トーラーのそれ以外の内容も口伝と文書の両方で伝えられたとされる。相当な量になるよね。この文書が紙に書かれたのか石に刻まれたのかはわからない。この時代から紙ってあったんだっけか？古代エジプトではパピルスと呼ばれる紙が作られていたようだ。だが長期保存に向いていたわけではないようで、その内容は現在ではほとんどが失われている。なので残念ながらトーラーがどのように伝わっていったのかは正確にはわかっていない。このあたりは古代ギリシアにおけるホメロスの叙事詩などと同様の問題を含むと言える。ホメロスはその長い内容を覚えていた人たちがいたんだよね。だが大半は失われてしまったようで、イリアスとオデュッセイア以外は残っていない。トーラーの内容が当初のままだったのかもまた議論の対象になっている。口頭での伝承だとどうしても内容が変わってしまうんだよね。どうやら口伝によるトーラーを文書にして書き記すことは禁じられていたようだ。じゃあ内容を全部覚えて次の世代に伝えたのかな？どうやら古代のユダヤ教においては、聖文トーラーと口伝トーラーという二つのトーラーの概念があったらしい。内容に相違が生まれたりしないのかな？伝統的なユダヤ教では、口伝トーラーは紀元前1312年にモーセに与えられたとしており、聖文トーラーはその後40年間に記録したと考えられている。一方ユダヤ人学者の中には、聖文トーラーには複数の著者がおり、何世紀にもわたって書かれたと考える人が多いようだ。どちらにしても聖文トーラーの方が後に成立したんだね。なお口伝トーラーは、2世紀末に、ユダ・ハナシーという人物によって、タルムード、としてまとめられたという。これはとにかく話が複雑だね。さらに複雑な話をすると、タルムードにはバビロニアタルムードとエルサレムタルムードの2種類が存在しているようだ。タルムードとヘブライ聖書は違うのかい？ヘブライ聖書はトーラー以外にもネビームやカトビームも含むし、成立年代も違う。またタルムードの成立は2世紀末以降であり、イエスの処刑よりもずっと後のことなので、キリスト教では聖典としては扱われない。当たり前だけどキリスト教が成立してからもユダヤ教は存続していたわけだもんね。タルムードが現在の形になったのは6世紀のことだという考えもある。なのでキリスト教的な旧約聖書にはタルムードは含まないというわけだ。いろいろと複雑な話だ。さて、これまでトーラーはモーセが書いたという前提で話してきたのだが、19世紀以降の歴史学者の多くは、トーラーは紀元前6世紀か紀元前5世紀に書かれたと考えている。それはバビロン捕囚以降に書かれたということかい？伝統的なユダヤ教と歴史学者の間で大きく意見が分かれる部分だな。ベルハウゼンというドイツの歴史学者は、ユダヤ教は紀元前444年に初めて出現したと主張した。バビロン捕囚の解放から随分経ってからのことだね。この時エズラという名の祭司が、エルサレム中央広場に集まったユダヤ人の前で、トーラーを読み上げたという。20世紀以降の学者は彼の意見を支持することが多い。トーラーは
その時作られたと？もっと遅く、紀元前2世紀半ばと考える者さえいるほどだ。ベルハウゼンの考えではエズラという人物がトーラーを作ったのかい？ヘブライ聖書の中にはエズラ記と呼ばれる文書が存在している。エズラの名が出てくるわけだね。このエズラ記は書書の一つとして分類されるのだが、アラム語で書かれている部分がある。ヘブライ語ではなくアラム語？ちなみにダガイエスもアラム語を使っていたようだな。なのに新約聖書はアラム語でもヘブライ語でもなく古代ギリシア語で書かれたんだね。聖書におけるその3つの言語についてはかなりややこしい話になる。アラム語はアッシリア帝国やペルシア帝国にて公用語として使われていた言葉で、突厥文字やソグド文字、モンゴル文字に満州文字などの大元になったと言われている。随分東方まで影響を与えたんだね。それほど広く使われていたということだ。アラビア文字やヘブライ文字もアラム語を元にしたとも言われている。エズラはエズラ記の作者とも言われ、アラム語とヘブライ語の両方を使えたと見られている。かなりの知識人だね。ヘブライ聖書における歴代史、エズラ記、ネヘミヤ記は同じ著者によるものではないかと言われている。それらもエズラが書いたのかい？一人の著者によるものなのか、それとも複数の著者グループによるものなのかはこれまた議論があるところだ。議論があるところばかりだね。それだけ世界的に影響力のある書物だということだ。さてこのエズラがいつ頃の人物かだが、古代ペルシア帝国の時代、ペルシア王アルタシャスタの時代とされる。そんなペルシア王いたっけ？アルタクセルクセス1世、もしくはアルタクセルクセス2世とされる。前者なら紀元前5世紀、後者なら紀元前5世紀もしくは紀元前4世紀じゃないか。ただどうしても年代が合わないため、アルタクセルクセス1世の時代ではないという意見が強い。ここでもまた、激しい議論が繰り広げられているんだね。ベルハウゼンはエズラがトーラーを読み上げる場面は歴史的な史実だと捉え、そしてそれがトーラーが歴史の表舞台に出てきた初のことであるとした。そしてユダヤ教徒によるトーラーの遵守は、紀元前5世紀頃から始まったという考えは、学者の中で広く受け入れられている。それが正しいとして、じゃあトーラーは誰が作ったんだい？聖書全体に言えることだが、文書の作者はわからない場合が多い。新約聖書のパウロ書簡などは、パウロが書いたものもあればパウロの名を語って書かれた文書も多いとされる。マタイの福音書もマタイが書いたかどうかわからないようだしね。この点リチャード・フリードマンという学者は、エズラがトーラーを作成したと主張している。この人物はハーバード大学で博士号を取得しており、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学で客員研究員を務めていた人物だ。凄まじい経歴だね。聖書研究の第一人者と言えるような人物だ。果たしてどの考えが正しいのかは判別がつかない。トーラーはモーセが書いたのか、それともエズラが書いたのか、はたまた別の誰かが書いたのか。どうなんだい？実際どうなんだい？その部分はこれからも議論が続くだろうな。さて、旧約聖書はさておき、ヘブライ語聖書はいつ成立したか。いつ成立したかわかっているのかい？西暦90年頃のこととされる。え、イエスの処刑より後のことなの？西暦90年頃、ヤムニア会議が開かれた。その結果39の文書がユダヤ教の聖典とされた。あれ、トーラー5巻、ネビーム8巻、カトビーム11巻で合計24巻じゃないの？サムエル記、列王記、歴代史が2部構成で、預言書の中に12章預言書が存在している。では、旧約聖書は、という話なのだが、その前に72約聖書について触れよう。これはヘブライ語の文章古代ギリシア語に訳したもので、72人の翻訳者が72日間かけて翻訳したとされる。翻訳者が72人いたのにどうして72約聖書なんだい？知らん。伝承ではイスラエル12氏族からそれぞれ6人ずつ翻訳者が出たらしいが、伝説の域だと言えるだろうな。72約聖書は紀元前3世紀から紀元前1世紀頃にエジプトで成立したと見られている。なぜエジプト？当時エジプトにはたくさんのユダヤ人が住んでいたんだ。エジプトを支配していたのはマケドニア人の末裔であるプトレマイオス王朝で、プ
トレマイオス朝エジプトはユダヤ人を優遇していた。現地人であるエジプト人よりも優遇していたと言われる。モンゴル帝国が中華領域で漢民族よりも色目人を優遇していたのに似ているね。エジプトにいるユダヤ人たちは、支配者の言葉である古代ギリシア語を使いこなしていた。一方でヘブライ語が読めないユダヤ人も多数いたようだ。それで古代ギリシア語に翻訳したのだね。古代ギリシア語を使うユダヤ人をヘレニストと呼んだのだが、新約聖書の各文書を作成したのもヘレニストだったと考えられている。新約聖書は古代ギリシア語で書かれたんだったね。そしてそれ以前に古代ギリシア語に翻訳された聖書が存在していたというわけだ。それが七十人訳聖書なわけだね。話が初期キリスト教に移ってしまうが、イエス死後の初期キリスト教では、古代ギリシア語を使うユダヤ人とヘブライ語を使うユダヤ人の間で対立が起こった。聖書の編纂を進めたのは前者だ。そうでなかったら新約聖書は古代ギリシア語では書かれないね。初期キリスト教においてはいくつかの対立軸が存在していたわけだが、そのうちの一つがユダヤ教から脱却するか否かだ。ユダヤ教イエス派。最初期のキリスト教はそのように呼ぶにふさわしい存在だった。割礼をした者のみに信仰を限定すべしと考えていた人たちが多かったんだよね。主にヘブライ語もしくはアラム語を使う人々に多かったようだな。それに反抗したのがパウロで、パウロはキリストの教えを全人類に広めようとした。まさに、キリスト教、にしようとしたわけだね。新約聖書のうちパウロが書いたとされる文書が占める割合は高い。パウロの死後、ヘレニストたちは全人類にイエスの教えを広めるべく活動を行った。エヴァンゲリオン、の作成はその一環だったと言える。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの各福音書のことだね。それらの文書が、新約聖書、になるのはイエスが処刑された数百年も後のことになる。それ以前にキリスト教はユダヤ教から完全に脱却するべきかどうかが問題となった。例えばそれは創世記などに出てくる創造の神と福音書に出てくる神を同じ神とするかどうかという問題を含んだ。結局同じ神ということになったんだよね。イエス自身がユダヤ人だったしな。そしてそうなると、トーラーなどもキリスト教の聖典となる必要が出てきたわけだ。今回の動画の核心に迫ってきたね。初期キリスト教ヘレニストたちは、七十人訳聖書を用いていたと推測されている。古代ギリシア語を使っているわけだからね。さて問題なのは、七十人訳聖書とヘブライ語聖書の内容が一致しているのかという部分だ。ややこしいけど構成文書が一致しているかどうかという部分だね。結論から言えば七十人訳聖書の方が文書の量が多い。そしてローマカトリック及び正教会が聖典としている旧約聖書の文書量はヘブライ聖書よりも多い。つまりキリスト教の旧約聖書とユダヤ教のヘブライ聖書は完全に一致するわけではないということかい？もう少し言えばキリスト教内部でも旧約聖書は完全には一致しない。先ほども出てきた時々を例にして説明しよう。この文書はローマカトリックや正教会では旧約聖書に含めるが、プロテスタントでは旧約聖書には含めず、ユダヤ教でもヘブライ聖書には含めない。つまりローマカトリックと正教では聖典に含めるけど、プロテスタントとユダヤ教では聖典に含めないわけだね。このような文書はいくつも存在している。宗教改革を起こしたマルティン・ルターは、新約聖書の中身は変えなかったが、旧約聖書の構成は変えた。彼はマソラ文書の中身のみを旧約聖書としたのだ。マソラ文書？ヘブライ聖書と置き換えても良いのだが、マソラ文書の成立は9世紀のこととされる。故にプロテスタントにおける旧約聖書とヘブライ聖書はその文書構成において一致する。これは驚いたな。キリスト教同士で一致しないのに、キリスト教の一派であるプロテスタントとユダヤ教で一致するなんて。ルターは七十人訳聖書には含まれるがヘブライ聖書には含まれない文書を旧約外典とした。外典というのは聖書に含まれる可能性があったけど最終的に含まなかった文書のことだね。どの文書を外典とするかは宗派によって異なる。ちなみに似たような概念に起点があるが、
こちらは聖書として認められたことのない文章を指す。ところでローマカトリックや聖教は、七十人訳聖書の文章そのまま、旧約聖書、にしたのかい？その部分については非常に難しいので、もう少し後で触れることにしよう。先ほど、旧約外典、の話をしたが、第二聖典、と呼ばれる概念も存在している。第二聖典とは一体何なのかね？七十人訳聖書には含まれるが、ヘブライ語聖書には含まれない文章を第二聖典、と呼ぶことがある。先ほどから出てきているトビトキやマカバイキ、バルク書やエレミアの手紙といった文書のことだ。これらの第二聖典は、ローマカトリックや聖教では聖典、として扱われている。でもユダヤ教やプロテスタントでは聖典としては扱っていないわけだね。なのでローマカトリック教会や聖教会的な意味において、旧約聖書の成立は七十人訳聖書が成立した時期となる。具体的な年号などは分かっていないんだね。伝承では72日で作成されたことになっているが、紀元前3世紀から紀元前1世紀にかけて、時間をかけて翻訳されたのだと見られている。一方プロテスタント的な意味合いでの旧約聖書は、西暦90年頃に開かれたとされるヤムニア会議にて、ヘブライ聖書が成立した時に成立したとなるだろう。起源が違うんだね。なおユダヤ教的な意味合いにおいては、旧約聖書、なる存在はないとなる。勝手に、旧約、にするなって話だね。ヘブライ聖書か七十人訳聖書か、後のマルティン・ルターのように、ヘブライ聖書を重視しようとした者もいた。ヒエロニムスもその一人である。教父、と呼ばれる者の一人だね。まだローマカトリックや聖教に分離する前のキリスト教会はヒエロニムスの意見を採用しなかったのだが、この問題はキリスト教世界でくすぶり続けていたと言える。そして宗教改革において火がついたわけだね。ルターは聖書のドイツ語訳を行ったわけだが、その際従来の七十人訳聖書やウルガータから行わず、ヘブライ聖書からの翻訳を行っている。ウルガータとはラテン語訳聖書だったね。聖書のラテン語訳を行ったのはヒエロニムスだったと言われる。以降ラテン語で書かれた聖書であるウルガータがキリスト教世界のスタンダードになり、やがて中世ヨーロッパではラテン語が行政文書となり、ラテン語を読み書きできる教会勢力が絶大な力を持つことになる。読み書きできる人は少ないから、人々は聖書の内容を教会でしか知ることができなかったんだよね。絶対的権力は絶対に腐敗する、というジョン・アクトンの言葉通り、教会勢力は腐敗していった。その腐敗を糾弾したのがマルティン・ルターだった。そのルターが旧約聖書の内容を変えた、だね。当然ローマカトリック教会がそれを許すはずもなく、両宗派は激しく対立し、数々の宗教戦争を引き起こすことになった。考え方の違いが戦争を引き起こしたんだよね。さてローマカトリックとプロテスタントの話ばかりしたが、聖教会における旧約聖書の内容も実は異なる。しかも聖教会内部でも旧約聖書の構成は異なるのだ。これまた複雑な話になりそうだね。例えば、エノク書はエチオピア聖教会では聖典として扱われるが、その他の聖教会では聖典としては扱われない。またローマカトリックと聖教会でも旧約聖書の内容が若干異なり、共にマカバイ記の第1と第2は聖典なのだが、聖教会は第3と第4を聖典としているのに対し、ローマカトリックでは第3と第4は聖典としてはいない。かなり細かい違いがあるんだね。なおユダヤ教もプロテスタントもマカバイ記を聖典とはしていない。さて、話は再びヒエロニムスとウルガータに戻る。話があちこち飛ぶなぁ。紀元前382年、ヒエロニムスはローマ教皇ダマシス一世の命を受けたとされる。キリスト教がローマの国教となる直前の話だね。内容は聖書のラテン語訳。七十人訳聖書とヘブライ聖書のどちらから翻訳したんだい？ヘブライ語聖書をベースにしたと見られている。ヒエロニムスはヘブライ聖書のみを旧約聖書にするべきだと考えていたんだったね。だがヘブライ聖書にない部分、具体的にはトビトキとユディトキはアラム語版から、エステル記の追加部分を七十人訳聖書から、
ダニエル書の追加部分をテオドシオンという人物が書いたギリシア語から翻訳したという。つまりヘブライ聖書をベースにしつつ、足りない部分を他で補ったということかい？なのでウルガータは文書構成は基本的には七十人訳聖書を受け継いだが、文書内容は基本的にヘブライ聖書の内容を翻訳したと言える。ものすごくややこしい話だ。どうやらヒエロニムスはラテン語、古代ギリシア語、ヘブライ語を使用できたようだが、ヘブライ聖書を重視したため、できるだけ古代ギリシア語からの翻訳は行わず、ヘブライ語から翻訳したようだ。でもそれだと教会の要求は満たせないから、足りない部分はヘブライ語聖書以外から補ったというわけだね。一方ルターはヘブライ語聖書のみからドイツ語訳聖書を作り上げたというわけだ。ヘブライ聖書でない部分は聖典ではないというわけだね。ウルガータがやがてキリスト教世界のスタンダードになったことを考えると、旧約聖書はウルガータの完成した時に誕生したとも言える。なるほど、これは難しい問題だ。何せ、旧約聖書とは何か、という問いからして回答不可能だからな。旧約聖書に関する論争は過去だけの話ではなく、現在でも続いていると言える。そもそも旧約聖書を認めない立場、ヘブライ聖書の内容のみを旧約聖書の内容とする立場、それぞれの考え方によって旧約聖書の形は変わるのだ。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。